羽生結弦さん、夢を追う人、夢を作る人、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。プロフィガスケーターの羽生結弦さん、27のファンであるコラムニストが11日、羽生結弦、夢を追う人、夢を作る人との文章を中国のポータルサイト100度、バイドに掲載した文章は、今年2月の北京五輪後に、羽生さんがインタビューで繰り返し、 9歳の頃の自分に言及したことを挙げ、ひたむきで勇敢でわがままで負けず嫌い。9歳の時も、27歳になってからも、彼はずっと一人で夢を追いかけてきた人だとした。その上で、五輪から9ヶ月、競技場を離れたが、リンクを離れなかった彼は、夢を追う人から夢を作る人に変わったとし、11月4日に初公演を迎えた単独アイスショー、プロローグについて、自身のフィギュア人生の第2幕の幕開けとして、 とてもふさわしかったと述べた。そして、このアイスショーはきっと素晴らしいものになると多くの人が思っていたが、ここまで素晴らしいとは誰も想像できなかった。究極のロマンチストである羽生結弦がファンのために作り上げたのは、単なるアイスショーではなかった。究極的にロマンチックな現実世界の夢だったのだと評した。続けて、ライトを全開にしての6分間練習、競技と同じアナウンス、ほぼ試合通りのジャンプ構成。 こんなアイスショーを見たことがあるだろうか。28歳目前の羽生のビールマンスピンを3度も見られるなんてとし、これはまさに夢でしかない。あの時の衣装を着た羽生譲れが滑り出した。全てが変わったのに、全てが変わっていなかった。それは最初から今に至るまで延々と続く感動だとした文章は、羽生さんが自身で振り付けを担当した新プログラム、いつか終わる夢に言及し、魂を込めて舞うと、 氷にも魂が宿る。彼自身がいつも言っている、羽生譲るらしい滑りをしたいという言葉の意味がわかるだろう。それは伝統的なフィギュアスケートとは全く違う、心理技術と芸術を組み合わせた表現の形。アイスショーの最後に誰もが涙した VTR のように、彼は子供の頃から夢を追いかけて転んで傷ついては立ち上がり、傷だらけになっても物語は続いてきたとした、その上で、 必死に夢を追いかけていたその少年は、無数の人のために夢を作るフィギュアスケートの神になった。でも夢を追いかける時も、夢を作る時も、やはり彼は彼だとし、羽生さんの、たとえ報われない努力だったとしても、僕の歩んできた道のりが、無駄だったとしても、僕なんかのスケートを見てくださって、幸せを感じてくださったのなら、これ以上ないくらい、報われています。僕は、 幸せです。とのメッセージを紹介。そして、幸せだという、そんな彼を見守ることができる幸運に恵まれた私たちは、もっと幸せなのではないだろうかと結んだ翻訳編集。北田ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。